ぜひですね岩田厚大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします こんばんは、岩田敦です、えー。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらです。えー、連合は共産党を否定、板挟みの立憲民主党ということで、えー、これずっと取り上げてるんですけどね、これもまた改めてですね、取り上げてみたいんですが、これ、今ね、立憲、 共産党というふうに言われてますね。立憲共産党っていうのはね、これ面白くてですね、やっぱ本当にね、サポーターも被ってるのかなというふうに思うんですけれども、ぜひね、興味のある方はご覧いただきたいんですけどね、岩田厚の切り抜きっていう動画ってところにね、サポーターを名乗るね、立憲民主党と共産党のサポーターなんだっていうですね、いう方からね、 早朝6時57分にですね、社団のスタッフにですね、なんか迷惑電話かけてきまして、で、なんか、あの、岩田はなんかお金をもらって、えっ、ー、と、その、なんか、共産党とか立憲民主党の悪口を言ってるんだろうとかで、いやいやいや、それやってるの、オタクでしょっていう風な話でね、なんかあの、自分たちでなんか中立的なメディアだとか言って作っといて、実はそこに立憲民主党のお金がはら入ってたっていうのは、それ、 そちらさんのやり方でしょだから、面白いですよね。自分がね、そういうことやってるから、人がやってるんだというふうに思えてくるらしいですけどね。でもね、はっきり申し上げて、早朝にね、その立憲民主党とか共産党のサポーターから電話がかかってくるのはですね、迷惑ですしね。あの、はっきり言って不気味です。 その立憲共産党のですね、あえて立憲共産党と言いたいですけども、で、この立憲共産党家がですね、この困っちゃってるわけです。で、本当に一人ね、立ちはだかってるのが連合なんですよね。で、連合の会長さんがもう共産党はダメとこういうことを言っていて、で、今どうなってるか。これは毎日新聞です。参院選一人区巡り、板挟みの立憲、共産共闘協議進まず苛立ち、連合因縁の相手と連携許さずということなんですね。え、ちょっと読んでみたいと思います。 立憲民主党が夏の参院選への対応をめぐり、共産党と支持団体の連合の双方から突き上げられ、苦境に立たされている。立憲は全国32の一人区で野党候補の一本化を目指すが、連合は共産党と連携する候補は支援しない構えで、選挙協力に向けた協議も始められない状況だ。豪をにやした共産党は独自候補の擁立を進めつあり、一本化に向けた道筋は見えてこない。 6年前の2月19日にはもう政党間の正式な合意をしている。いよいよ 2, 日分2月半ばになり、まさにタイムリミット目前になっている。共産党の小池え初期局長は7日の記者会見で協議に応じない立憲へ苛立ちをあらわにした。2016年の参院選では2月の野党党首会談で選挙協力に合意し、1人区で候補者一本化を実現していた。 立憲への不信感を募らせる共産は2月に入り、立憲と競合する富山選挙区で新人の立候補を発表するなど、一人区で候補擁立を活発化させており、今後も全速力で擁立を進める方針だ。これに対し、立憲は共産党との共闘には慎重な姿勢を崩していない。西村千奈美幹事長は、 え、8日、各地方ではすでに取り組みや話し合いが進んでいるところもあると述べ、共産党は中央でなく地方の協議を先行させたい考えを示した。で、ここのね、ポイントはですね、共産党がね、もうこれ、嫌がらせなんですよ、要するにね。俺と何一緒にやらない。じゃあ出してやると言ってね、共産党はねこ、れこれができるわけですよ。普通ね、あの、常識とか、良識とか、あの、理性があったらですね、どう見たって負けるわけですよ、共産党が出れば。だけど、 共産党はもうその人が落ちようが受かる前は関係ないんですよね。要するにね、人間をね、一つの玉としか持ってないっていうのは本当にね、象徴的な事例だと思うんですけれども、要するに、何と立憲民主党が何俺たちと一緒にならないじゃあいいよと。おい行ってこいと。邪魔してやれと。いうことですね。だからもうね もう、性格悪すぎるだろうっていう話で、要するにね、邪魔立てしかしないっていうことなんですよね。いいよと。俺と一緒にやらないんだらそうかいと。やってやらと言ってですねでこう、落ちるのはもう知ってるわけです。誰が見ても落ちるんだけど、行ってこいと。言って、ヘイと言って、って子分がですね、飛んでいくわけですよね。親分から言われたら、あそのもう子分はですね、それにあの従うしかないと。 どこにね、自由と民主主義があるんだという話でね、いや、ないですよ、ないから共産党なんですよ、ということでね。やっぱこういうね、あの、上の人間が言ったことに対して下の人間が何も逆らえないという、こういう組織。これをね、目指したのがレーニンなんですよ。レーニンの作ってる党組織っていうのは、とにかく上の命令を下の人間は従うだけだ。で、しかもですよ、下の人間が嫌だと思ってても、その上の人間の指令に従うべきだ。なぜならば、 本当の幸せとか、本当にその人が何をなすべきなのかを分かっているのは、党の中央だけだからだと。すごい論理でしょ個人のね、選択の自由とかないんですよ。いやー、ここで私出ても落ちちゃうから、ちょっと許してください、勘弁してくださいよ、というふうに思うのがね、普通なんですけど、いけいけと。もう変わんと。行ってまいれと。でも負けますけど、いいんだと。邪魔だけしてくればと。邪魔だけしてこいと。共産党ってのはそういう組織だと。 へいわかりましたと言っていくわけですよね。まあ、いわゆるね、鉄砲玉ってやつですよね。ひどいいと思いませんか一人一人の人生について考えてないわけですよ。その人だってね、いろいろあるでしょうけどね。構わんのだと。 出てまいれと言ったら、ヘイと言って出るわけですよ。まあ、こういうね、ところと、だからね、やっぱりね、本当にね、いかがわしい人たちとね、一度でもね、仲良くなるとずっとね、えー、もう付きまとわれるわけですよ。社会の常識じゃないですか。で、そういうね、いかがわしい人たちとね、一旦ね、選挙協力しようなんて言ったのがね、やっぱりね、立憲民主党のね、間違いの始まりなんですよ。こんな愚かなことはね、絶対やっちゃいけないんですよね。で、その証拠にね、だから、相手としてはね、 何じゃあやってやるよって言って、バン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 出してくる。私はでもね、そっちの方がいいと思いますね。共産党に入れたい人もね、世の中にはいますから。そういう人もね、変わった人いる。これだけね、20世紀の歴史とかを振り返って、共産主義っていうのが何してきたのかっていうのはもう明らかになっているのに、それにも関わらずですね、まだ共産党に入れたいっていう人がいるんだから、やっぱ共産主義って恐ろしいなっていうふうに思いますよね。だって、皆さんね、 日本ナチス党とかだったら絶対入れないでしょそんなところに。素晴らしいとかよく言ったね。で、未だにね、いや。 ヒトラーの考えは間違っていなかった。あれはあの間違って解釈されてしまっただけだと。本当のヒトラーは正しいことを言ってたとか、そんなこと言う人いないじゃないですか。もう間違いそのものですよ、ヒトラーの人種差別的なね、思想は。だけど共産主義はまだ間違ってなかったと言い続けてるわけですよね。この間ね、共産党のホームページ見てたらですね、共産党の目指す社会みたいなの書いてあってですね、それは共産主義社会ですとかなんか明るく書いてましたけどね。ちょっとね、もう本気かよとは。まだ本当に共産主義社会がね、 実現すると、まあ、思ってるわけですよね。だから私は、日本共産党に関して言うならば、日米安保あ廃棄。で、自衛隊違憲そして、天皇陛下の存在は民主主義と両立しない。この三つの立場からね、あの、おかしいというふうにいつも言ってますけど。でもね、それプラスしてですね、やっぱりね、その大前提としてね、共産主義を夢見る人々っていうのは、まずこの段階でね、もう僕にはね、ついていけないですよ、そら。もう、 20世紀の歴史を反省したことあるのということをですね、本当に率直に申し上げたいですよね。君たちって知ってると。 ソ連って何があったか知ってると。ソ連のね、もう本当にね、あの、レーニンとニコライ二世で比べたらね、ニコライ二世の方がずっと立派な人ですよ。レーニンなんかと比べてね。もっとね、あの、やっぱりね、王様っていうのはね、基本的に、まあ、そのなんていうのかな、世間知らずとかいろいろあるかもしれないけれども、そんなにね、なんか悪辣な人ってそんなにいないわけですよねで。やっぱいいところのボンボンなわけですよ。ロシアのね、ニコライっていうのは、偉かったのはですね、ニコライ二世偉かったのは、 ロシア革命が起きたあ時にですね、本当はね、ドイツに対してもう自分の命をね、あの、優先するんならね、あの、ドイツともうむちゃくちゃな講和条約がなんか結んじゃって第一次世界大戦の最中に。で、その軍隊を率いて、あの、鎮圧すればですね、その鎮圧なんかできたんですよ。でも、自分のロシアという国を大事にしようというふうに思ったから、彼はそのむちゃくちゃな講和条約をすることできないって考えたんです。 それに対して、じゃあニには何かって、総国が負けることなんか全然いいんだと。共産主義社会さえ作ればいいんだと。ハムかうやツみんな殺してと。言って、本当に殺したんですよ。で、そういうことをやった人たちのことをね、まあ未だにね、尊敬している共産党。で、これがですね、なんか立憲民主党のね、野党第一党で一緒になってね、選挙やるっていうこと自体がね、もう、本当にね、汚らわしいことだということにね、あの、気づいた方がいいよと。いうふうに私は思いますね。その、なんか朝ね、私のところに電話かけてくる暇があったら、 共産主義って一体何だったのかっていう勉強された方がいいと思いますよ。本当に。暇だから電話しちゃったんでしょもう本当困ります。えー、それでですね、だから、まあ地方でやろうとう。えー、ただですね、こうやって言ってるわけです。立憲は議席を減らした、えー、前回のですね、衆院選について、政権を取った場合に共産党と限定的な格外協力をすると合意したことが、選挙戦に影響を与えたとする総括を発表。泉健太代表は1月末、これまでの共産党との連携は一度白紙にすると述べ、 これに対してですね、小池氏は見過ごすことのできない発言と共産の強い反発を招いた。これ変な発言ですね。今見てみるとね、小池さんの見過ごすことのできない発言っておかしくないですか聞き逃すことのできない発言でしょうどう考えたって。この共産主義者ってのはあれなんですかね言葉を見るんですかこうやって。私が喋ってものこれ言葉って見えるんですかねなんか。 見える、見える、見える、みたいなのあるんですかね。おかしいですよ、これはね。だから、引き過ごすことのできないという、まあ、感化できない、見過ごすことができないっていうね、感化できない、ねあの、この言葉だという言い方ならわかりますけどね。 え、強い反発を招いた。で、どうぞとあ、えー。勝手に反発してくださいと。そこまで言えばいいんだけど。でもそれでも、やっぱり一方においてね、こう、半分こう、なんか共産党に対して、こうあ、一緒にやりたいっていうのがね、まだ見えてるわけですよ。いや、地方でやりましょうと思ってる。ところが、連合は、一方、労働運動をめぐり、共産党と歴史的に対立してきた連合も立憲に圧力をかけている。連合の、 吉野会長は2月1日、立憲の衆院選総括について、立憲と共産党の関係が明確になっていないのは非常に残念だと苦言を提示、泉氏の白紙発言にも白紙の意味を明確にすべきだと注文をつけた。要するにですね、こんな文言じゃ甘いと、共産党とは手を切りますということまではっきり言えよというふうに言ってこの人すごいですね。なかなか私はすごい立派な人だなと思いますよ。ここまでね、踏み込んでいくっていうのはね、なかなかできることじゃない。 で、このたまたまなんですけどね、吉野さんが毎日新聞のインタビューを受けてですね、自分自身でですね、これ2月1日ですかね、に語っているのがあるからちょっと紹介したいと思いますね。私が会長に就任してから、連合と共産党との関係についての私の発言がよく報道される。確かに報道されてます。皆さんも、私も番組で何度も取り上げてます。しかし、前回会長の構津さんと同じことしか言っておらず困惑している部分もある。 そもそも労働の、だから連合の労働運動は自由で民主的な労働運動を強化拡大していくというところから始まっている。その点で共産とは考え方が違い、相入れないと。つまり、連合が大事にしている労働、あの、組合っていうのは何かって言ったら、その、本当に参加している一人一人の皆さんの要望をね、こう、受け入れて、その要望を、 ま、資本家というかですね、その、ま、この、執行部にね、この、お届けするという、ま、ある意味でですね、その、そんなに先鋭的な敵対関係を持ってですね、やるっていうことじゃないと。それに対して、共産党っていうのは、その、何があっても、さっきも申し上げた通り、共産主義社会の実現というのが一番だから、その、上がですね、こういう方針でやれって言ったら、それに従うわけですよ、みんなね。みんながそれに従うわけです。右向いてって言ったら、右上って向いてるわけです。 で、いきなり左っすはいって言って、こう、左向くわけですよ。だからそういうことがね、できちゃう。でも、普通の場合ね、右向いてろって言っても、上から言われても、いやいやいや、うちの現場ではね、ここは右向けないですよ、というのがあったら、そうだよね、ということで、ここはやっぱりやめましょう、といことできるんだけど、共産党はそうじゃなくて、鉄の規律を持ってですね、これがスターリン主義ですけど、レーニンスターリン主義ですけど、鉄の規律を持ってですね、全員に言うことを聞かせると。で、それできないなら除名だ、というふうにやっていくわけですよね。つまり、そういう、なんていうのかな、軍隊的なんですよ。簡単に言うね 党のことを軍隊だというふうに思ってるのはレーニンの組織なんですよね。だから、軍隊って上の命令絶対じゃないですか。だから、それとね、似てるんですよね。で、それをもって戦闘すると。だから、労働組合はですね、時に、だレーニンが一番わかりやすいですけど、賃上げ闘争をね、やめろとか言うんですよ。普通、労働者にとって賃上げって嬉しいじゃないですか。あの、嬉しいでしょだって、時給がですね、まあ今いくらぐらいなのかなだいたい1000円ぐらいだとすんだらそれが1200円になると言ったら嬉しいですね、普通に考えて。だけど、レーニンはね、 それやっちゃいかんって言うんですよ。なぜならね、1200円だったらね、満足するでしょそれ、あ、よかった。あ、この会社入ってよかったな、とかってなりませんかあ、結構いいじゃんと。俺たちのこと考えてくれてるよ、とな,なるとね、革命しようって意識がなくなるわけです。その、革命しようっていう意識をね、育てることが大事なんだと。 いうわけですよ。だ、だったら、千円のものを千円のままにしてね、千二百円にすると、そんなこと言っちゃいかんと。その労働運動をそのまま革命に転嫁することを考えろと。まあ、こういうふうになっていくわけです。だからね、自由と民主主義と全く相入れないんですよ。で、それに対して連合の方はね、いや、我々はあくまで労働者の権利だとか、雇用の条件だとか、そういったものを良くしてほしいんだって、共産主義社会別に目指してるわけじゃないんだということですよ。自由民主主義社会の中の労働者として、え、ちょっとずつですね、それやってくれよというのが、ま、連合の立場だ。 だから、ね、同じ労働運動って言っても全然違うわけですね。ここの認識はまず大事です。だからですね、こうやって言ってます。現実的にも、連合の組合と共産党系の組合は、職場労働運動の現場で日々競合しのぎを削ってる。つまり、お互い仲悪いよと。そのいろんなところに連合系の組合もあれば、共産党系の組合もあって、ここはいがみ合ってるよということを案に言ってるわけですよね。 労働組合に関われない方々には分かりづらいかもしれないが、戦後の労働運動や連合が結成に至った経緯などを説明すれば、えー、理解していただけるはずだと言ってますけど、だからここはね、やっぱり我々、えー、まあこれご覧になってる方も保守派の方多いと思いますけれども、保守派もですね、やっぱり共産党系の労働組合なのか、 それとも連合系の労働組合なのかって、やっぱこれ分けた方がいいと思いますね。組合は組合でもね。ただね、連合の中にね、入ってるとんでもないね、組合もあるんですよ。日教祖とかね。これ、だから日教祖は皆さん、これ共産党系の日教祖は全教って言うんですよ。違うんですよ。日教祖は、これ連合系です。でも、まあこれ、 二つは極めて思想的には似てますけどね。あの、組合でね。だから、その、なんていうのかな。連合の中の組合にもですね、まあ、左の方の組合から、まあ、右の組合まである昔、民社党を支持してたとかですね。皆さん、民社党ってご存知ですかカスガ一行さんとかいたね。で、この民社党の支持していたような人たちだって、いるわけです。ですから、まあ、こう、幅が広いんですよね。簡単に言うならばね。その、連合っていうのは、まあ、ある意味で、右から左までいる。ただし、いないのは共産党はいないと。 こういうことなんで,でも、ここをね、やっぱりね、立憲民主党は理解してないんですよ。やっぱ、右から左までいていいんだけど、ただし共産党はいない。このスタイル、この連合のスタイルをそのまんまやればいいんですよ。組織としてね。それをなんでね、連合だって共産党だけはダメだってやってるのに、それにね、乗っかってる立憲民主党の方がね、右はいらんわと切り捨ててですね、で、左のね、共産党のよに、ウェーっとこうね、あの、吸い寄せられていく。 応援してる側からしたらですね、アホかとしか思わないわけですよ。だから、まあかわいそうですよね、この連合のね、今までやってきた人たち。自分たちは共産党と違う。で、しかも共産党にこれだけ戦っていじわるもされてきた。なのになんで俺たちの応援してる政党が共産党と一緒にやるんだよと。まあこういうね、現場の人たちの声をね、もうちょっと反映させなきゃダメだろうというふうに私も思います。 これ書いてますよ。衆院選ではですね、共産党が選挙の運動の前面に出てきたことによって、現場によっては選対本部に入ることや、街頭で弁士として並ぶことが難しい事態が起きた。結果として連合の動員力が発揮できないことがあったという。つまりもう共産党が現場に出てきて、こんな奴の顔も見たくないと言って、全然そこうまくいかないと。で、なんで、 本来、俺たちを応援する、俺たちと仲良い,い関係にあるはずの立憲民主党が、俺たちを切って共産党を入れるのおかしいじゃないかと、こういう不満があって、やっぱりこの運動、選挙の運動もですね、身が入らなかったということを言ってるわけですよね。でまた、立憲と共産党との党首会談で限定的な格外からの協力という合意がなされたことで、あたかも立憲が共産党とともに政権を担うかのような印象を与えてしまったと、えー。そのこと自体の反発も大きかったが、そのことに注目が集まってしまったことで、 立憲民主党という政党自身が何を目指しているのか、どういう国や社会を作っていきたいかが有権者に分かりにくくなった。共産党と一緒になって立憲は一体何をやるのかと受け取られたのではないか。いや、その通りですよ、これ。まさにおっしゃる通りで、共産党と一緒になってるんだから、共産党と一緒に選挙運動をしといてですね、私たちはね、共産党とは考え方がまるで違うんですというね、これ、理解、苦しみますよね。私はね、 多分皆さんの中でも多いと思いますけど、自民党と公明党だったら私はね、自民党が好きですよ。で、えー、もっと自民党らしくあってほしいと。公明党のね、えー、力を借りないで自民党だけでね、やってくれたらもっといいという風うに思う。だけどね、だけど、現実問題としてそううまくいかないときに今日公明党ってやりますよ。そのときね、自民党とね、公明党確かに政策違います。 だけど、自民党の候補がですねえ、公明党のね、あの政策は我々とは全く相反するんですと。こんな考え方の違う人たちとね、政権なんか一緒に運営できるはずないじゃないですかって言ってね、公明党は公明党でね、こんな自民党みたいなね、右翼な考え方にね、我々が賛成できるわけないじゃないですかって言いながら選挙戦はやらないですよ。 だってそれは裏切りですよ。自公政権でやってるんだから。自公政権でこれをやってきました。自民党はもうちょっとここまでできなかった、やりたかったけど、共産、公明党の反対でできなかったとかね。こういうのは事実ですよ。で、だからといってですね、一緒にね、あの、やる選挙を応援し合うね、関係のね、え、言をですね、罵倒したりしないですよ。ところが価値観がそこまで違うってね、立憲民主党は主張してるわけですよ。例えば我々はね、自衛隊は合憲だと思ってる。天皇陛下も必要だと思ってる。で、そして、日,日米同盟もね、必要だと思ってる。 真逆じゃないと。全く逆じゃないかと。何を一緒にできるのそもそもですね、共産主義者ってのは、いまだに共産主義を人類の理想だというふうに言ってるわけですよ。そこと手を組んどいてね、考え方が違うって言われたって、ちょっとにわかに信用できますかって。私ね、これね、信用しない人の方がね、普通だと思いますよ、これ。前から何回も言ってますけどね。要するに、選挙協力はするけれどもね、政権はね、絶対に運営しないっていうのはね、結婚はね、 絶対しないけど付き合ってと言ってるのと同じですからね。いや、それね、いや、結果としてね、あの、付き合ったけど結婚できなかったっていうのと違いますよね。付き合う前からですよ。結婚は絶対しないからね、と。頼むから絶対しないよ、というふうに言ってるとしたらですね、それはね、どう考えてみても、 それ不倫じゃないのという感じがしますよね。結婚できない。なんで結婚できないのよとああいうふうに思いますよね。だからまあ、こういうね、そういういかがわしいことやっちゃいかんと。国民からしてもですね、そこにね、なんかね、不健全な匂いを嗅ぎ取るわけですよ。まあ、そういうのが好きな人もいるんですけどね。 立憲民主党と共産党のサポーターだって、これどっちのサポーターなのか、両方サポーターになったのか、もうちょっと意味がわかりませんけどね。だからね、本当にね、私は、この吉野さんの言っていることはその通りだと思います。で、もちろんそれぞれの候補者が訴える個別の政策はわかりやすく素晴らしいものだった。これは賛成しません、全くね。例えば辻元さんのね、政策とか素晴らしいと思ったことありません。しかし全体像が見えにくくなってしまった。それはそうです。 政党にはそれぞれの国家間、どのような社会を作っていくかという考え方があるはずだ。選挙戦で協力することはあり得るが、基本的には、それぞれの党が自立していることが重要だと考えている。仮にその選挙で共産党の協力を受けて当選しても、2回、3回と当選していけるのか。やはり自分でしっかり歩き、個人講演会を作り、自分の力で当選しなければならないのではないか。いや、これはね、まあ、まさにザ・正論ですよ。これ、これに対して、いやいやいやっていうふうに言うとしたら、それは頭おかしいですね。 やはり自分で地域をしっかり歩き、個人講演会を作り、自分の力で当選しなければならないのではないかと。あこれは許せないこの人は次助って言ったっていうね。なんか次助、共助、公助っていうのをね、あの、菅内閣で言うと。私はね、辞助、共助、公助って、これ極めてね、常識的な話だと思うんですよ。まずは自分でやろうよと。 で自分ができないことは、友達とかね、助けてもらおうよと。友達や家族もできないことがあったらね。じゃあこれ、控除。あの、公にね、頼ろうじゃないかと。このね、自助、共助、公助のね、順番を逆立ちさせてね、自分で努力しなくていいんだと。家族なんかほっとけと。さあ、国にお金がちょうだいよと。これ、とんでもない、ゆすりたかりじゃないですか。こんなことばっかり成り立ってたらね。自助、共助。これがあって。そうね、やっぱりね、自分でまずは努力するっていう最低限のね、これ、何においたって大事なことですよね。 もちろんですよ。その自分でね、働かざる者食うべからずとか、ね、そこまで、これ、レーニーにね、こういうことを言うつもりはないですよ。だって、それは、障害をお持ちでね、そういうことできないという人たそしたら、家族と。で教、教、教助ですよ。そして、公助。という、これ、うまくやってるわけですよね。私はね、事情をね、あの、否定する思想っていうのはね、恐ろしいものを感じますね。だけど、この、あの、吉野さんが言ってるのれ事情は足りないと言ってるわけですよ、立憲民主党に。これはね、本当に。 分かっとるかというふうに言いたいですよね。だ最初から控除って言うのは自分で努力しないわけですよね。だ不思議な人たちですね。で、共産党と共闘する候補は支援できない場合も、とこういうふうに言ってますね。連合としては、えー、参院選でも、えー、立憲と国民民主で調整をしてほしいと、えー。共産党と共闘する候補については推薦できない、あるいは支援できないという判断もあり得る。連合本部としては共産党との共闘はできないことは譲れない一戦だと言ってるわけです。譲れない一戦ですよ。 これはもう無理でしょう。ということ。こで、さらにですね、ここから私はね、昨日も申し上げたと思いますけれども、連合がね、首相として、9年ぶりに連合の新年交換会に出席ということなんですね。あの、ずっと政府とですね、使用者代表、まあ、社長でしょうね、出席してほしいというふうに言ってると。でもまあ、招待状は出してきていただいて、出してきたけど、来てくれたのは9年ぶりだということなんですね。 ここから面白いですよ。連合はこれまでも共産を除く主要政党との間で政策制度に関する意見交換や要請を行っている。つまり共産党にはですね、政策制度に関する意見交換も要請も行ってないわけですよ。嫌いだから。こいつらとんでもないと思ってるから、共産、自民党はやってもね、共産党はやらないと。非常に健全だと私は思いますね。連合の政策を実現させるためには自民党公明党を含め政党に協力を求めることは当然だと。 連合として一番大切にしなければならないのは、これ大事なことですよ。働く者にとって何が一番いいことか、だ、ということ。そうですよね。別に、連合にとって一番っていうのはですね、選挙で、このなんか、立憲民主党が勝つっていうことではなくてですね、まあもちろん選挙になれば、その応援する人を勝つ、立たそうとするでしょうけど、それよりも、何よりもですね、一丁目一番地は、働く者にとって何が一番いいことかなんですよ。共産党とは違うんですよ。共産党にとっての一番の目的は、共産主義社会の実現なんですよ。 ここは決定的に違うんですよね。労働運動の中でもね。だから私は全々引き出ってる。安倍晋三元首相や菅首相とは挨拶したぐらいで直接話したことはないと。えー、岸田首相との比較はできない。けれども岸田首相と話してみて非常に話しやすく、話を聞いてくださるという雰囲気をお持ちの方だと感じた。まあ、ここまで言ってるところを見るとですね、やっぱり今度の夏の参院選挙、やっぱり ぐっと連合の一部の組合はですね、自民党から出るんじゃないかという気がしますね。まあ私がですね、まあ、えー、大した情報もないんですけれども、私が掴んだ情報によるとですね、あの、自動車のですね、組合はどうも自民党から出るんじゃないかという噂がですね、流れてますね。今までずっとこの民主党でやってた。で、それは、 前回の衆院選でもですね、自動車系はですね、トヨタのところはですね、自分たちの組織内合法を下ろして自民党を応援したってこともあるわけですから、そうやって考えてみると、あるんじゃないかという噂をね、噂ですよ。確定的じゃないですよ。だけど、耳に挟んでおるわけであります。ですから、これはですね、もしかしたら当たるかもしれないですね。多分 動画で言ってるの多分これが初めてじゃないですかね。あの、他の動画で言ってるかもわかりませんけれども、まあ、私が見た会議においてはあまりで表で出てないと思いますけど、だから、まあ、ちょっと極秘情報なんですけどね。えまぁ、あ、ちょっと公開しておきたいと思います。それでですね、やっぱりね、共産党の体質がね、よく出てるなっていうふうに思ったのがありましてね、事件がありました。これは皆さんとも共有しておきたいから、共産党のね、まあ、言論弾圧に近いようなね、事件があったんですね。朝日新聞12月10日に載ってますけれども、12月10日ですから去年ですよ。 えー、こうやって言ってます。10月の衆院選で野党共闘で政権交代をと訴え,訴えたものの議席を減らした共産党で、えー、自制の議論が始まる。きっかけの一つは田村智子政策委員長のツイートなんですね。で、これ何かっていう。何を書いてるかっていうとですね、野党としての共産党ならいいけど、政権に関わったらどうなるという不安は私たちの想像を超えて広がったっていうふうに書いてます。 いや、これその通りじゃないですか。要するに、野党でね、まあ共産党がいる分には別に、まあ、そのなんとか、それをね、取り締まってね、治安維持法みたいなのを作ってですね、共,共産党を全部ね、あの、牢獄にぶち込んでしまえとか、そんなこと主張する人はいないと思うんですよ。言論の、ね、自由もあるし、この平和な日本でですね、そこまで言う人は、まあいるかもしれないけど、それ相当極端ですよね。だから、野党でいることはね、まあ別にいいんじゃないのと、こういうふうに私も思いますよ。いない方がいいけど、でも、そういうの、支持を得ているわけですからね。だけど、 政権に関わったらどうなるっていう不安は私たちの想像を超えて広がったっていうね、ことはね。まあだから、まあある意味で分かってるわけですよね。つまり自衛隊をね、意見だ。日米同盟を否定。で、天皇陛下の存在は成熟した民主主義とは相入れない。こういうようなこと言ってる人たちが仮に政権取ったら、日米同盟本当に解消するんじゃないの自衛隊潰すんじゃないのといや、思う方が普通ですよ、それはだって自分たちのその政党のね、もう格好たるものだとして言ってるんだから、そういう主張をね。で、それがに書いたんですよ。 で、ここまで、へえと、えー、田村さんもそういうことをね、言うぐらいやって、共産党も変わるんかな、というふうに思ったらですね、このツイートはですね、削除されてるんですよね。だからね、ここがやっぱり不思議。えー、田村氏の投稿は自身の判断で削除されたが、って書いてあるんですよ。 自身の判断なんですかね、本当に。私はね、共産党内に言論の自由とかですね、民主主義があると思ってませんので、えー、これはこんなツイートを書くとは何事じゃというふうに、えー、これ削除させられたんじゃないかなと、圧力がかけられたんではないかなというふうに思います。つまり、共産党のね、ことを不安視させるような声にね、自分で加担してどうする。 っていうことですね。だから不安にさせてるんだから変わりましょうっていうふうに思わなくちゃ普通はいけないと思うんですよ。事実だから。やっぱりそういうこと。だからその綱領のね、デタラメな部分をやめましょう。でもね、やっぱり共産主義者からしたらですね、何言ってんだと。この綱領こそが我らの命と。 で、この綱領を否定するぐらいならね、みんなもう全てを否定してやるというぐらいなね、覚悟なんでしょうね。それは共産主義者ってのはそういうものですよね。だから綱領大好きなんですよ。歩こう歩こうっていうなんかあったでしょあの、トトロの歩こう歩こう。なんだっけ歩くの大好き、どんどん行こうとかなんかあるですね。それをね、歩くのをね、考量に変えたらそのまんま綱領大好きなんですよ。どんどん行こうと。これがあの共産党なんですよ。綱領綱領と。 私は綱領大好きと、どんどん行こうと。これが、あの、共産党ですよね。だから、そこをね、なんか、あの、勘違いしちゃいかんと、いうふうに私は思います。だから、彼らを見るときは綱領に何て書いてあるのかっていうのをきちんと見る必要があるんですね。だから、私、細かく綱領について前、以前の動画でご説明申し上げてますから、ぜひね、それ見ていただきたいんですが、ここにね、危険な本性は現れてますから。で、それを変えることはできないんですよ。ね、彼らはね。だから、野党としての共産党ならいいけど、政権に関わったらどうなるという不安は、私たちの想像を超えて広がった。 その通りなんですね。えー、これね、あの、読売新聞の鍋つねさんもね、言ってますけど、共産党があるってこと自体はあ、彼は元共産党なんですよ。で、共産党があまりにもひどすぎるんでね、やめたんですけれども、えー、彼が言ってるのはですね、共産党がね、政党として存在するのはまあいいんだと。ただこれが政権に入ってくるってことになったら大問題だと、こういうふうにね、おっしゃってるけど、その通りだと私も思いますね。だから、まあここがですね、私は共産党の限界というかね、この自分たちが、 イメージとしてね共産党っていうのはこう思われてるからそこ変えなくちゃいけないっていうツイート自体がねもうダメだというふうにね否定されてしまったんだろうと私は思いますよ。自身の判断でね削除したっていうならなんで最初からそんなこと投稿したんだろうと思いますからね。で考えてみるとですねやっぱり党内のね言論が自由がないと。 こういうね、政党に日本の将来をね、託すということはできないですよ。だから立憲民主党もですね、立憲共産党からね、そう、せめてね、立憲民主主義にね、戻っていただきたいと。立憲民主党に戻るべきだと。日う,うにおもせんで、ちゃんとね、あの、申し上げてる通りね、やや、 自民党の坂に比べたら、やや右じゃないかと。ぐらいまだな人物までね、きちんと擁立するってことです。いや、この人って、共産党と何が違うのと。例えば、辻本さんとか見てですね、この人って共産党と何が違うんだろうと。こういうような人。こういう人たちばっかりね、出してたらですね、ダメなんですよ。福山さんとかね。そういうね、なんかもう、あーっと、見るのも嫌だっていうね、人ばっかり出してたんじゃダメなんです。じゃあ、どんな人がね、出ればいいのというふうに言ってくると。やっぱりもう本当に人材が不定してますね。やっぱりもうね、 全部民主党、旧民主党系のね、まともな人たちってのは、無所属になったりですね、自民党行っちゃったりしてですね、もう力に残ってないですよね。だからね、ここからね、復活するためには相当ね、頑張らないといけないですね。だから、泉健太さんがね、もしやるとするならばね、党内ね、左派ではなく、党内右派をね、こう、こう次々に作っていくぐらいのね、つまり、えっと、 あれ立憲民主党ってよく考えてみたら、まともな改憲政党になってるじゃないかというぐらいにならないと。そういう人たちを、全部はなる必要ないですよ。全部はなる必要ない。そういう人たちがせめてですね、10人、20人ぐらいいてね、まあ、党内でですね、左派がなんかわーっと行こうとした時、この20人がいたら止めてくれるだろうっていうね。松原仁さんなんかまだ残ってる珍しい人材ですね。ああいう人たちですね。ああいう人たちが頑張るようにならないと、 やっぱり私はね、相当ね、厳しいんじゃないかなというふうに思います。まあ、まあ、期待してないですけどね、もはやね。でもう本当にあるとしたならばですね、もう二大政党制を本当に考えるとしたならば、立憲共産党が一気に消えて、自民党が膨れ上がってですね、自民党が二つに分かれるぐらいの方がね、私はまともな二大政党制になるんじゃないかなというふうに思います。やっぱね、 真っ当な政治ってね、立憲民主党が言ってるけどね、一番真っ当じゃないですよ、これは。真っ当でない人たちが真っ当を語るんだからね、こんなね、いかがわしい話はないんじゃないかなと私は考えます。さて、興味そっくりです。170番まで来ましたね。病人と医者。病人が医者から容体を聞かれ、異常に大汗をかいたと答えると、それはいい塩梅だと医者は言った。二度目に様子を問われ、おかんがして震えが止まらないと答えると、それもいい塩梅だと医者は言う。 3度目、やってきて、病状を尋ねるので、下痢になったと答えると、それはまたいい塩梅だと言って医者は帰っていった。親戚の者が見舞いに来て、加減はと聞くので、故には、いい塩梅のおかげでもうダメだめだ。このように多くの人が、自分では最も苦しんでいる、まさにそのことで、外から判断しない隣人によって幸せ者扱いされている。つまり あの人は何回や,やってるけど結構幸せなんだよ。あの人は何回や,やってるけど結構幸せなんだよ。 言ってるけど、でも実はその人が一番苦しんでることってその人にしか分からないということですよね。だからあんまりね、他人が、ああ、大丈夫大丈夫とかね、言うのはね、やっぱりいいことではないですよね。大したことないよこんなこと。いや、自分で大したことないよっていうならまだ分かるけど、その他人がね、そういう、言うっていうのはね、やっぱりちょっと良くないだろうと言い,いますね。なんか、あの、私もよく分かりませんけどね、コロナについていろんなああの意見がありますね。で、それについて、私は医者でもないし、科学者でもないから、それについて断定的なこと言えないですけど、まあ、 そのコロナで苦しんでる人に向かってですね、いや、それ大したことないよとかっていうのは、ね、これやっぱ心ない行為だと私は思いますよ。実際その人は大変な思いしてるのにね、それは大したことないよと。じゃあお前なってみろよっていう話になりますからね。だからやっぱりその苦しんでる人がいたらですね、そこはやっぱりいたわりの心を持つっていうことが大事で、安易にね、それはいい塩梅だねとかね、そういうことを言うっていうのは私は良くないというふうに考えます。これイソップ寓話が教えてくれるんじゃないかなという気がいたします。 今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに対してご支援を賜られる方は、下記の振込講座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。